どうも今回は先日当時にキッズ YouTuber のあの肉まん少女と言われた鈴木ゆりやさんが復活したということで、この動画では過去に炎上したキッズ YouTuber を2人紹介していこうと思います。キッズ YouTuber といってもキッズラインさんや専門 YC チャンネルさんなど大人が管理している健全的な YouTuber のことではなく、まあいかにも子供一人でやっているだろうと思われるネットの経験の浅さなどから炎上にまで至ってしまった方を紹介していこうと思います。まあこの動画の目的は今から紹介するようなキッズYouTuber を反面教師にして子供の新たなトラブルを招かないことを願っています。で早速まず一人目はフルポン TV という方についてです。フルポン TV といえば5億円事件というのが代名詞的な存在になります。では5億円事件とフルポン TV とは何者かについて詳しく説明しようと思います。フルポン TV というのが2014年頃に YouTube で活動していたチャンネル名のことで、商品紹介やマインクラフト実況などまさにヒカキンさんに影響された当時12歳あたりのキッズ YouTuber の方です。そんなフルポン TV のフルポンさんは毎日19時に動画を更新し、 Twitter も毎日ツイートしたりしており、キッズ YouTuber ながらアンチにも負けず継続的な活動をしておられました。ちなみにドラえもんが好きで YouTube チャンネルのヘッダー画像はドラえもんの画像、またもちろんヒカキンさんのことも大好きだったそうです。でもやっぱりキッズ YouTuberには面白がったり批判をしたりするアンチが好きものです。そんな中フルポンさんは事件を起こしてしまいます。なんと当時動画配信をしていたマインクラフトというゲームは割れ、いわゆるゲームソフトの不正ダウンロードをしていることが発覚してしまいます。ラージチェストが2つあります。ちなみにこのバージョンは 1.5.2、無料配信されているやつです。という感じで、マインクラフトは本来有料ゲームで無料配信されてるはずないのに、口を滑らせて無料配信されているやつですと言ってしまいます。そして案の定炎上。フルポンさんはツイッターやコメント欄動画で謝罪をしますが、その謝罪動画には逆ギレしている内容も入っていたり、さらに動画の最後にはまさかのふざけてじゃんけんをしてしまい、反省の色がないとされ、ますます炎上しました。その後、アンチに住所、学校を特定され、フルポンさんのアマゾンアカウントは乗っ取られてしまい、ガガミラノの2000万相当の腕時計をはじめ、5億1407万4960円の着払いの買い物をされるといった被害に遭います。まあこれが平成の5億円事件といったものです。ちなみに現在チャンネルは消えています。次に原点にして頂点、始発入りの終点、あの伝説小学生 YouTuber の瞬殺のコロバルトさんという方についてです。2016年、当時12歳のコロバルトさんは何を思ったのか YouTube に突然、今日は特別に住所を公開するよという動画を上げます。今日は特別にね、住所を公開したいと思います。僕の住んでいるところをおーは、千葉県の、浅田学校です。まあ、という感じでネットユーザーにもちろん目をつけられ、住所を特定されます。その後、コロバルトさんは住所を特定されました。助けてくださいという動画を出します。でも時はもうすでに遅く、住所を特定したネットユーザーには、コロバルトさんの自宅に突撃されたり、ポストにゴミを入れられたりされ、現在 YouTube チャンネルは削除されています。僕も知らなかったんですけど、実はコロバルトさんは YouTube では住所は公開しておらず、先ほどの動画のコロバルトさんが言っていた小学校の名前も架空のものだったそうです。しかし動画に映っていたカレンダーのゴミ回収の曜日なのから住んでいた地域が絞り込まれ、そこから住所を特定されたそうです。まあ、といった感じで今回は過去に本当にいた炎上してしまったキッズ YouTuber を2人紹介しました。結構有名な話なので知ってる方も多かったと思いますが、まあ、当時は同じジャンルに所属されていたと思われる肉まん少女と言われていた方が復活したので、この機会に肉まん少女さん以外のキッズ YouTuber についてまとめました。まあ、本当にネットって味方にしたら強いんですけど、敵にした場合恐ろしいものになってしまうので、皆さんも気をつけて使ってください。このチャンネルでは今日の話題になるような話を分かりやすくまとめて話していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。最後まで見ていただきありがとうございました。以上です。